なっちゃうので、うん、そいつを再利用する、あ、そうです、そういう作り方だから、マルチは水の補充、あ、そうです、温度を上げないために上にかかる、うん、そうです、まあ、マルチはやっぱりどうしてもですね、正直、使わない派の人も多いです、お客さんですね。ただやっぱりすごい、まあ、保水性もそうですし、もう草もよけもそうですし、本当に水も切れますから、露地でどうしても甘いトマトを作ろうと思うと水を切らないといけないので、そうなんです、遮るんで、そうなんですよね、いいことばっかだから困るんで、そうなんです、いいことばっかなんで困るんですね環境で、だから唯一だっていう、ね、まあ、土に分解されるマルチもあるんですけど、なんせすごい高くてですね、その高い割には思ったより分解されないで、やっぱり中途半端に分解するとですね、また飛んでっちゃうんで、風でですね、近所の人からはゴミが飛んできてるとまあこれ分解されますよって、ね、説明してもですね、すぐ分解されるのが楽しいなってしまうので、これやっぱりなかなか難しいです。僕たちも紐とかですね、麻の紐を使ったりしてますけど、麻の紐3年ぐらい使えるんで、なかなかね、すぐ分解もされるもんでもないんで、ま、これもやっぱり農業でもですね、どこまで突き詰めるかの話になるんですよ、はい、